よし、やっていきましょう。初代鉱物パーティー実況プレイということで、はい。このまま右に進む感じでいいのかな。とりあえず、何を。生々しい血のりに混じって、木の壁と床の間に隙間が見えます。あ、よかった、これ前回入手したやつだよな。はいはい。お、開いてんじゃん。ちなみにこっちはいけない。はい。なんか BGM か急に BGM が止まったんだけど。血肉腐朽の音楽室なんかそのネーミングセンス。これはん、何今の。そのまま進んでみていい？何もなかったら今のところ調べるわ。魂がいる。え？消えたんだけど。何あいつ？感じ悪い。一言も喋らずに消えた。まあいいや、普通に調べるか。あ、なんすかあれ。慎重に。間違えたら誰か死んじゃうかもよ。アドバイスいただきました。というかさ、今んところなんか赤い魂出てきてないよね。女性をかたどった彫像があります。手に何か乗せられそうです。男性をかたどった彫像があります。手に何か乗せられそうです。よかった、彫像か。これさいや、なんか新手のバケモンかと思ったけど、コーペスにそんなあったっけって。水晶痕。何も起きなかった。そっか、こっち側にまだアイテムが来てねえから。ちょっと待って待って待って、あの青い魂がさ、すげえ話しかけたいんだけど急に消えんだよ。ちょ、見てていくよ。いける？ほら、感じは、あ、続いてんだ道。ん？ダメやん。ダメやん。結局、なんで消えんだてめえはよ、おい。なんかせめて一言ぐらいなんか残してけよ。特に何もなかった。あれ、なんかせっかく音楽室来れたのに、なんかこれっていう、なんかできないんだけど。あれ、一旦ヨシキたちパートに戻してみるか。その頃、これで、2の9戻ったらどうなる？まあ戻れないよな。こっちはいけない。まあ、あれだな。何すりゃいいのか分かんなくなっちまった。なんかそんなに広くないかなとか思ってたけど、意外と広いな。こう考えると。あと結局さ、なんだっけ、そう、なんだっけ、10枚集めろって言われたやつのうちのさ、まだ5枚目ぐらいまでしか集められてないからさ、そう、焼却炉ってまだ行かないよね。ちょっと待って、ちょっと順番が分かんなくなってきた。これどっち進めればいいんだ、今の状態どっち進めればいいんだ。え、でもサトシたちの方もさ、もう行くとこって言ったらもう今のところぐらいしかないんだよな。テコ使った音楽室入る。あの青い魂のさ、なんか
イベントなくていいの？あれって。話しかけたらフッて消えるんだよ。それだけなんだよね。ただただそれだけなんだよね。他なんもないもんな。ちょっと始まって5分ちょいで非常に申し訳ないんですけど、ちょっとまたなんか変化あるまでカットでいいですか？来たぞこれ。これ合流できてんじゃない？どう？お、来た。よし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 。なんか地味に時間かかったよこれ発見すんの。いやなんかさ、なんか冷たい空気がするぞみたいな感じのこと言ってたとこあったじゃん。おてっきりあの辺で落ち合うのかなと思ってたけど、全く違いましたね。はい。まあ、とりあえず、よかったよ、無事で。うん。とりあえず、奇跡的に誰も死んでないね。うん。選択肢間違ってないのかな？どうなんだろう？ちょっと本当に手探りでやってんですけど、まあいろいろやったコープスの知識をもとに。ただやっぱ完璧ではないんで、絶対どっかで間違うんだろうなと思いつつやってんだけども、まあなんとか生きてる状態と。聞いてくれ、こっから脱出できるかもしれないぞ。はいはい、情報の共有は大事と。うん、ちょっと勇気がいるんだけど。そうね、これはあっち側に渡しとかないといけない。はいはい、カクカクシカシカ。そんなことがあったのか。うん。あ、だからとにかく手分けしてあの女の子の遺体を探すんだ。わかった。はい。どうやって渡したんだろう。なんかアバドーンのさ、あれ思い出すんだ、武器の渡し。なんかすげえさ、10メーターぐらい穴開いてんじゃねっていう巨大なね、穴があるのにどうやって受け渡ししたんだよっていう、アバドーン氏に残る永遠の謎ですけど、俺の中のぶん投げたんだろうねこれもね。でまあこれで手に入っちゃえばもうぶっちゃけこっちのもんじゃないっていうところではあるんだよね。でも正直だってさ、ずーっとさ手詰まり状態ではあったけどもさ、これが手に入ったことによってもうなんかもう次やるべきことっていうのはもう分かってるようなもんだから、もう100人力よ。まあ、あとはこの銅像彫像とやらをもう一つあったあそこの二つあるところに載せればいいだけの話なんで、これはもうもらったでしょう。ちょっとねやはりまあ時代が時代っていうこともあるかもしれないけども、まあノーヒントでこれを探し当てるっていうのはなかなか骨が折れる作業だなと。いやわかんない、なんか俺が見落としてるだけで実はなんかヒント的なものがあったのかもしんないけども、ただこれ知らない状態でいるとなかなかの難易度というか、まあそうですね、もしヒントがあったんだったらちょっと爪が甘かったとしか言いようがないんですけど、とりあえずセーブな。データに、はい、じゃあ行こう。これで多分いけるはず。あるよね、大丈夫だよね。オッケー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 。あんだけ渡しましたとか言ってみながら相手もいなかったらビビるわ。はい、とりあえずで乗せる方はあれだよね、父親の方のでいいんだよね。あ、相変わらずなんかさエンターキー連打してるところ読み飛ばすんだよね。女性をかたどった、違う違う、のんのんのん、こっちよ。はい、あーセーブしときゃよかった。いやでも合ってるよねさすがに。終わり？特に何もないの？あ、終わりっすか？なんかパッとしねえイベントだな。え、これで何が変わったん？え、なんか変化した？え？なんか変化しました？ちょっと待って。やめて。やるだけのことをやらしといて結局変化がないっていうのが一番困るんですけど。やめてくれ。相変わらずこいつ消えるな。これでピアノ触れるようになったのか？え、触れねえじゃん。え、ちょっと待って待って、本当に待って、え、ピアノに触れないんですけど。え、これによって何が変わった？何か変わりました？一旦戻ろっか。え、ちょっと何かしら変化ないと本当に詰むんだけど。やれるだけのことはやったつもりなんだけどね。あ、来た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 よ。そう、これを待ってたんだ俺は。待ち望んでた。さあ、ちょっと何かしらの
相手もこれなんかやだな、この長ったらしい廊下いやコープスに限ってないとは思うけどさ、こういう無駄にだたっ広い長い廊下とか見るとさ、校長室な、追っかけられゲーとかありそう。あ、ここに来て初めての赤い魂、もう皆さん周知の事実だと思うけど赤い魂がやばいんで、ちょっと一旦セーブは入れとく。できればまあ関わり合いたくないなっていうのが本音。出ていけ、ごめんなさい、立ち去れ、めっちゃ拒否られてる。 HP は減ってない、ちょ一旦立ち去るか。あれちょっと関わっちゃあかんタイプだけど、でも関わらないとイベント進まねえよなって思わない？立ち去れ、出ていけ。これどうすんだ、話しかけちゃあかんよね。話しかける？助けて、助けて。なんだこいつは。わしは悪くないんじゃ。お前が死んだのはわしのせいじゃない。やめてくれ。お、幸子。くすくすくす。みっともないわね、大人のくせに。ごめんなさいって言ってみなさいよ。許してください、もう勘弁してください。バカ、痛い。許すもんですか、絶対。お前は永久に苦しみ続けるのよ、ほら。そう、なんかみんな忘れがちだけどさ、このコープスパーティーの恐ろしいところって死んで終わりじゃないんだよね。この学校内、天神小学校で死ぬと永久にその魂がそこに残って、死んだ時の痛みがずーっと続くっていう、まさに地獄だよね。楽しそうですね。ここでサトシ止めに入る。何よ、やめろって言ってんだよ。あんたにとにかく言われる筋合いはないわ。今はこいつをいじめてるの。さっさとどっかに行きなさい。力ずくでお前を静かにさせてやるすげえなお前、その意気込みを変えたいところではあるけど、まあまずはなだめるのが先だろう。でもキャラに合わないしね、まずこっちは。とりあえず落ち着いてくれ。民主主義で行こう。ここは日本だな。平和的に話し合いで解決しよう。落ち着け、お前が本当はかわいそうなやつだってことは知ってる。ちょっともうちょっと言い方変えろよかわいそうなやつってなんか人によってはブチ切れるぞ、その言い方。しかしだからって他人を巻き込んで偉そうにお前たちに何が分かる。まあ言わんとしてることはすごくわかる。ぶっちゃけ部外者が何言おうが響かねえよな。みんな殺してやる。ちょっとまずいよ、まずいよ。はいはい、やっぱ逃げるよな、そうなるよな。なんかあの廊下おかしいなと思ったもん。とりあえず逃げる準備は万端なんで、はい、逃げましょう。お前たちは特別苦しい死に方をさせてやる。巻き込まれた、完全に巻き込まれた。参ったな、本当に憎しみの塊って感じだったわね。お兄ちゃん、ゆかたち本当に家に帰れるの？どうだろうな、とにかくあいつの両親にかけてみるしかないな。ないなとないようが混じったね今あーダメだったね。校長室もう一回戻れない。ちょっと待って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 、一旦ね、ちょセーブ挟んで、いやちょ気になるじゃん、その後どうなったのか。また俺あの見落としパターンあるかもしんないから。おら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 、え、引き出しを開けてみますか。はい、胎児をかたどったヌメヌメした赤黒い像が入っていました。これは多分あれじゃない、もう一つのお母さんの像の方にっていうのは分かってんだけど、よくそれを持ってこうと思うよな、ヌメヌメした絶対触りたくねえわ、絶対触りたくねえよ。これ覚えとかないとダメじゃね？一応メモるか。
ティッシュの裏箱コーナー、てってて。1、2、1。で、2からシュッシュって派生して、3、4、5。はい。こんな感じ？まあまあまあ、後で必要になると思うんで。トリマ彫像のせいにまた音楽室に戻る感じかな。ちょっとやばいね、完全にとばっちりを受けたね完全なとばっちりだよな。その場をなだめようとしただけなのに、なんか血肉不臭の音楽室。いいネーミングしてるよね、相変わらず。よしよしよし、これで多分予想だけどピアノが触れるようになるんじゃないかなと思うんだけど、どうかね。はいはい。あ、先ほど像の上に乗せたはずの大理石の彫像が床に転がっています。なんで。はーい。え、タイルを立たれた。大丈夫だよね。一旦4に分けとく。よし、大理石の白い彫像、違う、こっちは赤子の像で、こっちには大理石の彫像。え、合ってるよね。よし、演出派手ですね。よし、これで先に進める。オッケーオッケーオッケー。え、先進めるよね。床板の隙間に金色の小さな鍵が引っかかっています。はーい。お、オッケー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 。やっぱそうだよね。うん、お前んちピアノなんてあったのか。何が悪い。いや別に夢だなと思ってさ。なんかあれだよね、この時代のこのコープスパーティーでそういうじ、設定があったのかは知らんけどさ、なんかナオミってさ、なんかあれだよね、幼稚園の先生、幼稚園じゃない、なんか保育園の先生、保育士になりたいみたいな失礼なやつこう見えても私だって申し訳程度の恋愛要素、多分なんかそれ用のピアノなんじゃないの。保育士になりたいって設定あったよね確か。よしよしよし。なんか保育士もさ、なんかピアノができないといけないみたいな、なんかそういうスキルがなんかなきゃいけないみたいな、そういうあれなかったっけ。ちょっとごめんね、保育士全然詳しくないんで間違ってたら申し訳ないんだけど、確かあったよね。よし、だが金色の鍵がある。よし、跳ね返していく。何弾く。月光。ホラーゲームイコールピアノイコール月光。なんでこんなところにピアノだけが置いてあるんだ。それは音楽室だからよ。血肉不臭の音楽室だからだよ。はいはい。金色の小さな鍵でピアノの鍵を外しました。何弾いてくれんだろう。ちょっと弾いてみようか。その気持ちを弾き語れ。お前ピアノ弾けるのか。まだ信じてないのね。本当に私家にピアノあるんだから。あんまなんか言うと信憑性下がるよ。はい。おーすごい。ナオミはピアノを弾き始めました。明らかにピアノ以外の音入ってるけど、これいつ終わんの？これいつ終わるんすか？あ、なるほど、押さなきゃダメなの。さあどうだ。おお、なんか気持ち悪い。大量のなんか
目がこっちを見てるような、いや魂なんだけどさ、集合体恐怖症の人発狂しそうだな。何これ、もしかしてこれ全部ここで死んだ人たちか。こうやって改めて見るとやばいよな。俺たちを案内してくれてるのか。すごい読解力ですね。いや、ついていくしかないでしょう。もう行き場ないもんだって。行くっきゃない。きっとみんな俺たちを助けようとしてくれているんだよ。行こう。あーい。おー、すごい。お兄ちゃん待ってよ。さあ、血肉不臭の音楽室をくぐり抜けてと言いたいところだけど、まだこっちサイドがありましたと。その頃、はいはい、その頃俺は何をすればいいんだ。一旦保存な、一旦保存で、ちょっと待って、戻れる。サトシたちの意識を感じない。なるほど、その頃。無理やりでもこっちを進めろという強い意志を感じるので、俺は進むほかない。いやでもさ、ヨシキたちサイドって何すりゃいいの。戻れない、後戻りはできません。ここから先だよね、どうするかっていう。アイテム共有してっけどさ、待って待って待って、いやでもこれはピアノでも使ったじゃん。何ができる、なんか水晶痕とか使ってないけどさ、これ多分俺が思うにさ、ブラッドカバーリピーティッドフィアでもあったけど、多分なんかダメージを受けるところで一箇所分なんか身代わりになってくれるやつでしょ、おそらく。なんかそれもルビーだかアメジストだかのなんか結晶が守ってくれるみたいな、なんかそういうアイテムあったよね、多分その類だと思うんだけど。さあ、何をしたらいいか分かんないぞみんな。これはこれはどうすりゃいいんだ。なかなかね、この何もないあ、そっか、元から聞けないのか。何もない状態からね、やるべきことをなんか見つけ出すって結構辛いのよ。なんだお前、まさかの会ってた子に来るの。そういうことです。やめて、あのプレイヤーの心の中覗くのやめてくれ。いやまさにその通りなんだけど。そうね、それじゃあとりあえず焼却炉の前にまで来てくれるかしら。今度はあなたに渡したいものがあるの。焼却炉の前、わかりました。そうだよね、そろそろあの焼却炉の謎というか、あの押すやつ、あれどうにかしないといけないから。やばいな、でも間違ったら即死なんだよね。待って、焼却炉どこだっけ。久しく行ってないから焼却炉の場所が思い出せない。焼却炉どこだ。2階でしょ。あ、待って、焼却炉どこだ。あれ、ちょっと待って、焼却炉はどこでござるか。あれ、こっちだっけ。なんかこっち、あ、こっち側だ。そうだそうだ。で、なんかさ、そういえばこの辺もね、宿直室、これはなんかいずれ行けるようになるのか。ここもまだ行けてないんだよ。ここと、あとなんだっけ、焼却炉。そこがね、まだ行けてないんだよね。未開の地。ここだね。セーブ入れて。はい。焼却炉の前までってことだから、行っちゃっていいんだよね、焼却炉の前まで。めんどくせえ。で、これで4歩進む。小さな紙切れが数枚重なって落ちています。あ、なんだっけ。順番通りに押したら、今度は制服のリボンを手に持って、な、手順が書いてあるんだよな。あれ、ちょっと待って、行き方は。あれ、逆にそっちに行けなくなったんだけど、こう行ってこうだ。はいはい、 OK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 
ここでいいんだよね。
待って、これを持って行って。あ、すごい、なんか行ったそばから欲しいものくれるね。やっぱ心読めるでしょ俺の。あー、ちょっと待って、なんで、ちょ これ伝わらないけどね、なんかちょっとね、カクつく場面があるのよ。で、なんかそれが煩わしくて、ちょっとねカチャカチャってね押しちゃうんだよね、連打癖があって。ごめんなさい、ちょっと多分今の一時停止でもなかなか難しい速度でメッセージが流れちゃったんで、多分見れないと思うけど、まあでも言わんとしてることはわかるんで、おそらく宿直室行って、シンプルに宿直室開けて見ればいいんじゃないのっていう。ちょ待って待って、こう行くやん、こう行って、こう行ってこうだ、はいはい、めんどくさいねこのシステム。オッケー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 。あ、1年2組、え、なんで1年2組入った今、え、なんで1年1組入った、今入った、今ちょっとよくわかんない。まあいいや、とりあえず宿直室に行こう。宿直室に、よし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 。で、ここで保存すると、よし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 。あっちか、これエンター機押さなくてもね、そこのね方に向いた瞬間にね、なんか調べるっていうねあれになるからね、なかなか勝手が、これも伝わんないと思うけど、まあいいや、はい。とりあえず今回はここで切ろうかなと思います。で、次回この宿直室2つあるんだよね、まあ、両方調べるところから、はい、やっていきましょうか。